動物の森97日目かな、ちょっとわからなくなってきたぞ。100日手前でわからなくなると。ねえロボさん、あ、やべ、あ、ごめん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 、手紙の確認。一通プレゼント付きアイリスより。この前は遊びに来てくれてサンキュー、なんだか気を使わせちゃったみたいだねってことで、渡そうと思ってたお土産を受け取っちゃって。そうなんですね、前に遊びに行ってアイリスからプレゼントいただきました。至れり尽くせりでございます。オープン。手持ちがいっぱい。シンプルなベッド。アイリスちゃん意味深。さあ、アミューズメントブースにやってまいりました。本日はですね、まあ住民たちの交流時間があればやりたいんですが、今日はこちら前にフォーチュンクッキーで当てた WiiU、 こちらのね、無人島脱出ゲームみたいなやつだったんで、それをねやっていこうかと思います。ちょっとね本編とはずれてしまうんですが、ご了承ください。ではスタート。 WiiU だ。無人島む、はい、やります。 WiiU、 え、すげえ、本当の WiiU みたい。あ、ブーケちゃんとキャラメルちゃんと、なんだあのみかん野郎。無人島脱出ゲーム、なんか本当の、なんだろう、動物の森じゃない、新しいゲームっぽいね。レベル初級。お、なんかいくつかあるみたいですね、レベルが。アミーボを使う場合は、僕アミーボ使えないんですよね。ゲームコインを使うなら住民のアイコンをタッチして3人選ぼう。なるほど、3人選ぶのね。あれ、うちの住民たちじゃないこれ。え、うちの住民たちだこれ。でもこれゲームコイン使うんだ。2、3が6、6枚必要なのね。じゃあメープルちゃん、あ、すごい、なんか能力的なやつもあって、それも各々で違うんですかね。トンファン、あー、食いしん坊だ、やっぱり食いしん坊だって、自分の足でも食ってろ。あと1匹、まあ、新人の2号ちゃんかな。2号、料理人。じゃあこの3匹でやっていきたいと思います。めっちゃ楽しみ。はい、6枚使用しますがよろしいです。はい、どんなゲームなんでしょうか。ワクワクしております。わ、すごい。すげえすげえすげえ、面白い。無人島脱出ゲーム、ルール説明。この島には脱出に必要ないイカダの材料が隠されています。あなたが選んだ3人の仲間で島を探索し、限られた日数で全ての材料を見つけましょう。下画面の中央下に表示されているのは今回の探索のスコアです。探索の進め方によって点数が変わるので、高得点を目指して頑張ってくださいと。なるほど、7日以内に脱出せよ。あと7日。丸太3つと、あれなんだ、穂みたいなやつ。メープル、種族の特徴ハニーハンター。鉱物の蜂蜜を集めるのが得意。蜂がいても気にせずに立ち向かう。蜂に強いってことですね。なるほど。A、ここを探索。あと4マス。A。ふん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 。あー、なるほど、そういうことか。じゃあね、せっかく木に強いっていうなら、木のところで。木の枝ですね。あ、棒だ。材料になりそうと。はいはいはい。あと2マス。まあ、どんどん行きますか。木のところを。石ころを手に入れた。なるほどね。あー、どっちがいいんだろう。まあ、せっかく木に強いって言うんだから、こっち行きますか。あ、なんもなかった。お、あれ？うわ、落とし穴だ。なにこれ？えい！なにこれ？あ、助かったの？よかった、メープルちゃん。メープルちゃん傷つけるやつ許さねえからな。290。トンファンの番。お前はどうなってもいいな。食いしん坊。食欲旺盛な食いしん坊。食料を見つけるとつまみ食いすることも。でも、いつでも元気はつらつだから、野生の動物に襲われても怪我とは無縁。何ら一番強いのかもわからんね。じゃあ、メープルちゃんと逆の方向行ってみますか。こっちで。なんもないけどね。あ、魚がいる。食いしん坊だから大丈夫？食べちゃうんじゃない？あ、なるほど。釣り竿がないってことは、あ、さっきのボート糸でできんじゃないこれ、釣り竿が。全くゴールがわからんぞこれ。で、夕方になっちゃった。2号の特徴、料理人。料理がとても得意なので、その辺のものでさっと食べ物をこしらえる。1日の行動の最初に探索するか、料理をするか。あー、なるほどね。今までの2人とは違うってことね。今日は何して過ごそうかな。
いや、まずは探索しますか。食料つってもあるの？ないでしょ。1、2、まっすぐ行こう。ここはなんだ？展望台。島の中には見晴らしのいい展望台があります。展望台に登るとこのように周りの地形を一気に見渡すことができます。ああ、なるほどね。ああ、どこに行くかっていうのがね、見えるってことですね。三人それぞれが行動し終えると夜になり一日が終了します。今晩追放される、追放じゃないな、狼に食べられる一人が決まりますと。人狼ゲームか。キャンプする場所。これ結構大事になるのかな？じゃあメープルちゃんのところにする？今夜はここで休みます。ちょっと話聞いてなかった、さっき。キャンプでは探索中に見つけた材料を組み合わせて道具を作ることができます。キャンプで探索の準備を整えたらご飯を食べて寝て明日を迎えましょう。食事すると1日分の食料がなくなるので残りの食料にも気をつけてくださいね。そうだな、道具作ろう。多分釣り竿できるでしょ。持ち物チェック中。おお、なるほど。釣り竿、パチンコ、スコップ。釣り竿で行きますか。釣り竿を作ります。この BGM よく聞くね。じゃーんって。魚のいる水辺で食料を釣り上げちゃおう。食料ってのがいまいち分かってないな。さてどうしようかな。ご飯を食べて寝る。あ、ちゃんとあるんじゃん、食べ物。あら、美味しかったの。一日お疲れ様。明日も探索頑張ろう。おやすみなさーい。あ、なるほど。みんな同じ位置からのスタートになるってことか。はい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 。じゃあ行きますか、メープルちゃん。もう一日くらい行く？これ中断できるのかな？まずじゃあメープルちゃん。こっち行こう。なんか揺れてるからね。お、大好きな蜂蜜の匂いがする。ハーキメスターバダーな。うわ、すごい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 。わーい、蜂の巣だ、蜂蜜いただき。強い強い強い。えい、3、3ってことは、よし、蜂を追い払った。蜂蜜3個ゲット。おお、やるね。見かけによらずやるね、メープルちゃん。食料について、フルーツや魚などの食べ物を見つけると食料として即されます。仲間の食欲の合計分の食べたものが集まるとキャンプ1日分の食料が増えます。なるほどね。じゃあこっち行こう。お、なんかありそう。なんか動いてますね。うわうわうわ、気持ち悪い。ムカデでっか。戦う？逃げる？どっち？戦うか。いける、メープルちゃんならいける。蜂にも勝てるもん。勝った？ほら、さすがメープルちゃん。強すぎんだろ。星の村のアイドル強すぎるわ。で、もう1マスか。あ、2マスいける。はい。お、おー、丸太を手に入れましたね。あと2つってことですね。なるほどね。じゃあ、こっち。名もなしと。はい、トンファンの番ですと。違う方向行くか。こっち。ん？これは？布切れ？これは違うのか。これは違うんだ。なるほどね。じゃあこっち。こっち結構なんかありそうだね。うわ！お前は無理だ。お前は無理だって。逃げるぞ。いやいやいや。いやいや、やめよう。離れよう。お前は無理だ。弱えやつ。さあさあさあ。魚、せっかくね、釣り竿ゲットしたんだし、釣りたいですね。うわ、この顔出たよ。あ、魚がいる、釣ってみよっと。頑張れ、トンファン。あ、なるほどね。えい！おー！ 5 匹！やるね。5匹釣り上げた食料のストックが増えたと。うわー、なんか今までの動物の森と全然違うから面白いな、これ。もはや違うゲームになってるよね。さあさあさあ、メープルちゃんじゃない、間違った、ごめん、2号ちゃんだった。2号ちゃん、いつかね、料理はしたいけど、ちょっと探索しましょう。他の2人に比べて探索のマスが少ないんだね。
じゃあこっち、ハテナのある場所に行きますか？こっちと。うん。いや、落とし穴かい。落とし穴なんかい。いや、もう出ろ、ほら。早く出ろ。おい。よし。これでいいんだよね。これもしさ、2号ちゃんの顔じゃなかったらさ、抜け出せないのかな？その場にいるままなのかな？お！ 2 つ目？やりました！あと丸太1個と、この旗みたいなやつですね。いいんじゃないかい。あ、これ場所も大事になるのか。場所結構範囲が限られてるのか。こっちの方行きたいし、こっちは行けないのね。なるほど。じゃあ、今日は、ここにしますか？こっち？こっちだな。ここにしよう。はい、ここで休みたいと思います。さて、今日はどうしようかな。ご飯を食べて寝ましょう。持ち物多分何も作れないでしょう。うん。はーい、美味しい。はーい、美味しいね。ねえ、トンファン、いやらしいよ、その顔。やめた方がいいよ。おやすみ。おはよう。あと、5日。5日で、この道具を手に入れろってことですね。メープルちゃん、じゃあこっち行こう。うん。お、桃だ。桃の木を見つけた。木を揺すって取っちゃえ。何個？はい。おー。やるね、メープルちゃん。木には3つしかなってなかったけど。桃4個ゲット。食料のストックが増えた。いいね、いいね。食料がたくさん手に入ってる。こっちかな。で、こっち行きの、梨だ、今度は。すげえフルーツ手に入んじゃん。食料がいっぱいだよ、これ。魚もあるし、フルーツもあるしで。お腹いっぱいだね。しかもまた4つだし。やば。ルーレット強えな、俺。梨4個ゲット。食料のストックが増えた。でもなんだろう、この食料の今が意味がいまいちまだ分かってねえな、俺。じゃ、こっち行こう。石。石か。石2つあってもって感じかな。よし、トンファン。こっち行こう。メープルちゃんと同じ道を行きましょうか。で、トンファンはこっち。おお！3つ目の丸太ですね。オッケーオッケー。あ、目指せスコアってところまで行かんといけんのか。それも大事ってこと？じゃあ今日は料理しよっか。おー、すごいな。見かけによらずだね、ニゴちゃん。何作ったん？サバイバルクッキングで食料4個分の料理ができた。あー、なるほど。そういうことね。でもどうなんだろう、結構あったからな。とまだ行けてない部分が、ここか、ここがな。いや、今日はここにしますか。じゃあ、はい、こっちのハテナが気になるんで、ここで休みます。はい、この道具でなんか作れんのかね。持ち物をチェック。うんね、作れないよね、やっぱり。素直にもうご飯食べて寝ましょう。はーい、美味しい。はーい、美味しいね。はーい、美味しい。トンファン、顔いやらしい。おやすみ。おはよう。朝が早いね。さあ、メープルちゃん。メープルちゃん、上に行くか、じゃあ。こっちへ。あー、なるほど。木の枝ですね。で、こっちはもう、行き止まりだよね。魚は釣れるけど。これ以上はいけないから、食料ゲットしてって感じかな。あ、魚がいる、釣ってみよっと。頑張れ、メープルちゃん。お前ならできる。大量だ！大量だ！おい、大量だぜ、メープルちゃん。やるね。5匹釣り上げた、食料のストックが増えた。ストックめちゃめちゃあるよ、これ。お腹いっぱいだぜ。ただ、これ以上はいけん。戻るしかないと。元の場所に戻ってきたよ。よし、行くぞ、トンファン。お前はこっちだ。こっちに行って、また釣りすんの？また釣りするんだ。もう、食料いいんじゃね？あればあるだけいいとは思うんだけど。ほら！ 4 個。うん。4個じゃないね。4匹だね。まあまあいいでしょう。十分よ、十分。よし、行くぞ、トンファン。
魚はいいぞ。こっちだ、上だ、上。こっち。こっち行って、こっちだ。遠いな、あのハテナ。ニゴちゃんも進むか。料理じゃなくていいよな。これ他のキャラクターだったらどういう能力なのかってのも見てみたいね。他のあと3匹違う、6匹だ。全然いるんだよ、まだ。他の能力見たいね。仲良しか、おい。今日は、あ、こっちにもあんのか。ここにするか？こっち、ここら辺にしようじゃ。あ、ここでもいいな。ここにしよう。今夜はここで休みまーす。でも、棒をゲットしたんで、道具が何か作れると思うんですよ。スコップくらいできんじゃない？ほら。ほらほらほら。あ、網も作れる。結構棒って必要だね。じゃあ、スコップ作りましょう。スコップを作ります。頑張れ頑張れ。よーし、よくできました。メープルちゃんがリーダーみたいですね、これ。そっか、これで落とし穴も怖くないってことね。じゃあ、ご飯食べて、寝ろ。さっさと寝ろ。食っちゃね、食っちゃねや。こんな生活幸せやろが。一日お疲れ様。明日も探索頑張ろう。はーい、おやすみ。はーい、おはよう。すげえ、みんな高台からのスタートですね。メープルちゃんは左に行ってもらいます。あのハテナが気になるんで。1、2と。ここで、わー、出た。あ、何かが埋まってるみたい。落とし穴じゃないですか、これ。どうせ、ほら。危なかった。落とし穴だったみたい。うん。野生の生物がいる場所に仕掛けると、落とし穴にかけて戦いを下げられます。なるほどね。ただなー、これ。いや。一応、ほっとくか、じゃあ、せっかくだし。あー、いろんなところ掘れるんですね。ただ、動物がどこにいるかわからん。どこに出るのかもわからんからな。適当にここら辺に埋めとこう。覚えておかないとね。でも、そっちの方はもう行かないでしょ。メープルちゃん、こっち、こっち。はい、終わり。トンファン。トンファンは右に行こう。こっちだ。はい。そして、こっち。で、こっち行って、こっちだ。あと1マス。でも、あんなところに、布があるとは思えないんだよなぁ。2号ちゃんも、進みますか？まあ、意味ないんじゃない？これ進んでも。料理した方がいいとは思うんだけどな。はい。みんなバラバラ、今日は。トンファンの近くで今日は、お泊まりしますよーん。ただ今日も作るものはないんでご飯を食べて寝ます。結構日数がもうないんじゃないかな。はーい、よし、トンファンキモい。一日お疲れ様、明日も皆さん頑張ろう。おやすみなさーい。おはよう。さあ、メープルちゃん、このハテナを、あ、待って、メープル蜂蜜ゲットするか。蜂蜜をゲットしたいと思います。わあ、大好きな蜂蜜の匂いがする。あ、そっか、隣にあればもう勝手に行っちゃうんだ。そうかそうかそうか。もうゲットしちゃえ、もう、メープルちゃん。やったれやったれ、たくさんゲットだ。おりゃ、危ない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 。メープルちゃん危ない。いや、この戦ってる姿めちゃめちゃ可愛いな、メープルちゃん。そこだけずっと一日中流してたい、動画で。癒されるわ。よし、じゃあメープルちゃんもこのままハテナのとこ行っちゃおう。ほら、おお、ゲットしましたね。これで丸太と布がゲットできたんで、イカダが作れましたと。やったねー。よし、集めた材料でイカダを作ろう。頑張れ、頑張れ、頑張れ。でもスコアが少なかったよ。イカダが完成した。さあ、脱出だー。すごいな。普通さ、脱出ってさ、結構辛いぜ。なんでみんなこんな笑顔でいられんの。おー、脱出成功しましたー。メープルちゃん、トンファン、ニゴちゃん、お疲れ様でーす。ドヤ顔。探索率。おーおーおお、87%。あー、目標スコア。こっからボーナスうんぬんでさらに追加されるってことか、スコアに。あ、結構ギリギリだったんだね。いくかな、目標スコア。あ、終わりか。終わりか。まあ、目標に行かなくとも一応、OK っちゃ OK なんですね。そっか、いかに早く道具を見つけられるかですね、これは。おー、久々。
久々 CCB 楽しかったねゲーム。まあ今日はこの辺で、無人島脱出ゲーム多分やったことない人もねいると思うんで、今回これね見て、あやりてえな、私も Wii U フォーチュンクッキーで欲しいなって思った方もねきっといると思うんで、まあ多分できないよねこれ以外にやる方法って、ちょっとわからないんだけど、ぜひね皆さん頑張って Wii U 当ててみてください。すごい楽しかったです。はい、ということで本日は無人島脱出ゲームをやってみました。本日もご視聴ありがとうございました。